すみえのちょこっと先生術。今日は、はい、じゃあそんな先生術何ができるの？意外と盲点かもしれないです ね、 そ, うですね。そもそも何ができるんだろうと、ということで、うん、何ができますか？みんな何ができると思ってるかな。ゆうやさん何ができると思ってます？占い。そらそうです。まあ間違ってないですね。大正解ですけど。まあパッと出てくるのは、うん、なんか適職とか、はいはい、あとなんか好きな人は自分のこと好きですかとか、あ、はいはいはい、明日も元気に過ごせますかとか。過ごしましょう。明日も元気に過ごしましょう。そうですね。まあそういった関係になるかなと思うんですけど、うんうん、まああの、大きく分かれているかなと思ってて、まずは、その星占いみたいな、聞き先週もお話しさせてもらったの、あの、運勢ですね。今日の運勢とか、あの、来週の運勢とか、それが分かりますね、まず。あ、そうですよね。はい。先週も話した、あの、朝のテレビで、見てね、行ってきますってするやつ。そうです、そうです、うん。はい。がまず分かります。はい。で、次が、あの、個人のことが分かります。個人の、 あの性質、性格とか見た目とか、あとはその恋愛の傾向とか、あの健康とかね、あとお仕事は何がこうさっき言ってくれた適職とか転職とか転職か、あとどういうことでお金が稼げるのかとか、うん、人間関係はどういう感じになるかとか、あと家族の構成とか家の状況はどうなのかとか、まあ、そういうことまで、あとまあよく、鑑定でも聞かれる氏名ですかね、自分の生まれてきた意味みたいなものが、あ、名前ではなくて、はい、使命ね、はい、名前ではなくてその役割みたいな、あ、そう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 、自分の役割は何ですかとか、まあ、そういうのが分かります。で3つ目がですね、新月とか満月とか読んでると思うんですけど、星読みを、あと天体の移動とか、うん、そういうこの情勢、社会情勢を読むっていうのとあります。一つ目と三つ目の違いがよく分からなかったですね。一つ目は、その人の今日の運勢。ああ、なるほど、なるほど。何々座さんの今日の運勢。あ、そっかそっかそっか。うん、で、三つ目は、その、なんとか座さんとかじゃなくて、この、日本どうですかみたいな。はいはい、うん、日本どうですかとか、アメリカどうですかとか、そういう、その、社会全体のどうですかみたいなやつが読めるっていうのが、まず、この三つの大きな軸があります。うん、で、それにプラス、ホロスコープとホロスコープ合わせて2人の相性どうですかとか、その人とこの 入りたいと思ってる会社の相性はどうですかとか、まあ、そういうのも分かりますし、あとはその、運勢と引き続き流れっていうんですかね、その運勢の流れ、あの過去から今現未来にわたってどういうその人がこう運勢をたどっていくのか、こういう時に結婚してとか、こういう時に妊娠出産してとか、こういう時にちょっと挫折したりとか、あ、頑張らないといけなくてとか、この時にこうちょっと転職してとか、そういうのがこう分かるという感じです。なるほど。はい、結構何でも。何個出てきましたか？3つ目以降がちょっとあれでしたね。3つ目以降は応用みたいな、応用というか、ね、はいはいはい、あの2個目のやつの応用編みたいな感じですかね。そうですね、はい、うん、その人の、あの人生の、まあ、応用というか過去現在未来とかも見たりとか、あと相性を見たりとかもできますよっていう応用ですね。はい、ちょっとじゃあ復習しましょうか。はいはい。一つ目が、うん、その人がその日どんな運勢なのか、うん、そうですね。二つ、まあ、何座さんがとかね、うん、で二つ、あ、それは何座さんがっていうのは、うん、もうちょっと細かく見れば、うん、本当にその人はみたいな感じを見れるんですか？そうです、そうです、はい、なるほど。で二つ目が、はい、その人を何でも見れると。そうですね。はい。仕事から恋愛から、うん、未来過去まで。そうですね。はい。見れると。個人と個人を合わせれば相性も見れますよ、うん、と。そうですね。はい。うん、で、三つ目が、うん、情勢、日本はどうなるみたいな、うん。世界はどうなる、地球はどうなるみたいな。そうですね。も見れる。はい。という大きく分けて三つと。はい。で、ゆうやさんがさっき言ってくれた、あの人私のことどう思ってるのかなみたいなやつは見れないです。なるほど。はい、その相手の気持ち、私のこと好きかなとかさ、うんうん、あの、なんだろう、どんな風に思ってるだろうみたいなのは先生術では
あの見れる方法ももちろんあるんですけど、ホラリー先生術とかで見れば見れるんですけど、まあ基本的に占いで相手の心を読むのは無理ですからね。確かにそんなんできたらもうみんなしてるって、っていう相手に聞けよみたいな。そうそうそうなんですよなので、まあ、それはちょっと難しいんですけど、まあ、結局そのね、占いで出てくるものも自分の潜在意識が出てきたりとかするので、相手の本音みたいなのが本当に出てくるわけではないから、相手の本音っていうのは相手に聞くしかしょうがないっていう感じなので、うんうん、なるほど、はい、勉強になりましたそうですか、はい、うん、先生術は結構何でもね読めますね。相手の感情は読めなくても、うん、こういうところとこういうところは相性いいよとか、うんうんうん、こういうところとこういうところは相性悪いよみたいなのは読めるということですか。はい、読めます、うん、で相手はこういう性質なので、こんな風に接してみるといいよとか、こんな風にアタックしてみるといいよとかね、こんな風に関係を深めていくとより深めやすくなるよとか、そういうのは全然読めます。はい、はい、先生術ね、本当にいろんなことが読めたりするし、他にももっと読めることいっぱいあるので、ぜひね、興味持っていただいた方は楽しんでほしいなと思いますね。ぜひ、うん、西洋占星術の基礎からホロスコープの読み方まで動画で学べる、うん、クラゲでも分かる星読み講座というものをやっておりますので、はい、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください、はい、動画ですけどね、はい、質問会もやってますし、はい、質問もできますので、我々に直接そうですね、お待ちしてます。聞いてください。